メルセデス海 1W09EQ パワーは、メルセデスが2018年の F1 世界選手権産専用に開発したフォーミュラワンカーである。通称は、W09、正式名称は、メルセデス AMG F1W09EQ パワー。2018年2月22日にシルバーストン、サーキットで正式発表された。前年の W08 で悩まされた、 ディーバと呼ばれるロングホイールベースと浅いレイ企画のコンセプトは継続され、突起のないノーズ先端も W08 と同様である。一方、サイドポンツーンのリア部分が大きく絞り込まれており、サイドミラー周辺にはフェアリングを施し、本年からヘイローの装着が義務付けられたコックピット周りの空力が意識された。リアウィングの下部には本年のトレンドアイテム、 ギアボックスウィングが搭載されている。ドライバーはルイス・ハミルトンとバルテリボッタスのまま変更なし。開幕戦オーストラリア GP は前年と同じくハミルトンのポールポジションでフェラーリのセバスチャン・ベッテルに逆転勝利を許した。第2戦バーレーン GP はベッテル、第3戦中国 GP はレッドブルのダニエル・リカルドの優勝となり、 タイトル争いの主導権を握ることに失敗した。第4戦アゼルバイジャン GP で、ボッタスは、フィニッシュ目前のタイヤバーストで優勝を逃すが、2位に、いたハミルトンがそのまま逃げ切り、シーズン初勝利。第5戦スペイン GP では、ハミルトンのポールツウィンかつワンツーフィニッシュを果たした。だが、第6戦モナコ GP は、リカルド、第7戦カナダ GP では、 ベッテルの優勝に終わった。一方でハミルトンは表彰台を含む連続入賞は続いており、パワーユニットのアップグレードを行った第8戦。フランス GP はハミルトンが完勝だが、第9戦オーストリア GP ではフロントローを独占するもマシントラブルでまさかのダブルリタイアを喫し、事実上今季初のリタイアとなった。 ハミルトンの母国 g p 後連勝がかかった第10戦、イギリス GP でハミルトンは、ポールポジションを獲得したが、スタートミスの後キミライコネンと接触して、最後尾まで順位を落としたものの2位まで挽回。ボッタスは1ストップ作戦により一時トップに立ったが、ベッテルに逆転勝利を許した。ここまでは、苦戦したと称された前年より、さらに苦戦気味だった。2014年に、 V6 ターボのパワーユニット導入後、圧倒的な強さを誇ってきたメルセデスだが、チームとしては2018年仕様のタイヤに苦戦しているからと考えている。また、ハミルトンも合同テストではマシンに交換色を覚えていたが、タイヤマネジメントの難しさに一末の不安を覚えていた。第4戦終了時のインタビューで、パフォーマンスの不安定さの主因は、 タイヤの性能を十分に引き出せていないからだと考えており、ボッタスも第5戦のフリー走行時、タイヤの扱いが難しいと感じている。今シーズンそれが目立っている理由として、パッド・シモンズはチームは過去にもあったタイヤマネジメントの問題を2014年以降はエンジンの優位性でカバーしてきたが、今シーズンは優位性が去年より小さくなったためその 影響が大きく現れていると考えている。しかし、ここからは、ベッテルの度重なるドライビングミスやフェラーリ陣営の戦略ミスにも助けられたものの、チーム力の高さを見せつけるようになる。第11戦ドイツ GP はトップを独走していた、ベッテルがレース後半の雨で自滅し、14番手スタートのハミルトンが優勝を果たし、ボッタスも2位につけてホームグランプリで、 ワンツーフィニッシュを果たした。さらにハミルトンは続く、第12戦ハンガリー GP でも勝利を収めた。第13戦ベルギー GP では1周目に、ハミルトンがベッテルの先行を許すとそのまま逃げ切られたが、第14戦イタリア GP は、フェラーリ勢にフロントローを独占されたものの、ベッテルがハミルトンに接触して、順位を落としタイヤ戦略やボッタスのアシストにより、 ハミルトンがライコネンを逆転した。マシンの特性上不利と見られた第15戦シンガポール GP でもハミルトンがポールトゥ・ウィンを飾った。第16戦ロシア GP と第17戦日本 GP ではフロントローを独占し、共にハミルトンが制した上にワンツーフィニッシュで干渉し、ベッテル及びフェラーリに決定的な差をつけた。スポークのホイール中心側に 多くの開口部が設けられ、リムの外周付近には突起のようなものが存在する複雑な形状のリアホイールを後半戦が始まるベルギー GP から投入した。これによってブレーキの排熱を効果的に行えるようになり、タイヤがオーバーヒートしにくくなった。フェラーリはスポークの中心の隙間から出る空気が空力に影響を与えているのではないかという疑問を持っていたが、 ホイールの隙間は冷却のための隙間と FIA は判断しており、空力可動物には当たらないとしていた。しかし、フェラーリはリアホイールの合法性を疑問視し、アメリカ GP のレース後に公式に抗議を提出する構えを見せたため、同 GP はリムのデザインを一部修正したものを使用した。このため、2台ともオーバーヒートに悩まされ、ブリスターが発生してしまい、 ハミルトンは来ネ年に逆転され3位でフィニッシュしたため、チャンピオンを決められず、ボッタスも5位に終わった。レース後、メルセデスは改めて、リアホイールの合法性を FIA に要請し、翌週のメキシコ GP で合法と認められたため、同 GP から新形状のリアホイールの使用を再開した。しかし、同 GP でもタイヤに苦しみハミルトンは四位、ボッタスは週遅れの位に終わったが、 ハミルトンのドライバーズチャンピオン連覇が決定した。続く第20戦ブラジル GP もタイヤのブリスターに悩まされ、ハミルトンボッタスともにマックス・フェルスタッペンにオーバーテイクされた。しかし、その後フェルスタッペンがエステバン・オコンとの接触で交代したことで、ハミルトンがポール・トゥ・ウィンを飾り、5年連続のコンストラクターズチャンピオンを決めるとともに5年連続の ダブルタイトルを達成した。ハミルトンは最終戦アブダビ GP もポールトゥウィンで連勝して貫禄を見せたが、ボッタスはファスティストラップは同シーズン最多となる7回を記録したものの、ロシア GP でのチームオーダーも響いて未勝利のままシーズンを終え、ドライバーズランキング5位に沈んだ。ありがとうございます。